ってまいりました、はい、お、かじる？この顔めっちゃ白金っぽくないですか？一緒に写真撮りませんか？自然光が可愛く写るんですよ。お手手繋いでるの、うん、これは可愛い。離れられないみたいですね。離れられない、はい、ここからは、はい、今日の本題、白金を探します。探すぞ。今日は白金見つけに来ましたから、はい、こうね、猫ちゃんといっぱい戯れてきたんで、見た目だけじゃなくてこう性格とか、はい、あ、この子白金っぽいなっていう子をね、探していけたらと思っております。はい、この子が気になっててね、うん、ここから微動だにしないのね。入り口でね、ちょっとね、貫禄があるの。下々のものを見てるかのようなこの瞳。白金にしては高貴すぎない？あー、ちょっと気品がね、新白金って感じ。そう、あどんなとこ大事にします？でもやっぱ丸みと丸み表情かな、うん、なんかキュルンキュルンな感じじゃなくて、うん、なんかハーみたいな、そう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 、ふてぶてしい感じ。この子もフォルムは近いよね。そうだよね、結構だいぶ近いものを感じる。あなたは白金ですか？白金、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 白金じゃないかな。白金、あ、なんか、ま、待って、あれ耳も近くないですか？あの子耳近くないですか？これ、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 近い白金か？え、でもだいぶ今だいぶ近いと思うんだけど、今のところ一番な気がする。白金、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 ほら、いや近いよこれ。このゴロニャンしてる感じね、殿堂入りじゃないですか。動き回るタイプよりやっぱこうどっしりとした感じの、した感じ。この子とかは白いし、見た目的に言ったらだいぶ近いよね、うん、見た目はね、白いしね、うん、性格的にはこう威嚇する感じとか、うん、フォルムとかは似てる、似てる、うん、でもなんかちょっと優しさを感じるな。そうだね、キリッとした感じはちょっとありますね、うん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 、こっち側行くとなんかあの子とか割と顔つきは近いものを感じるけど、見た目とか顔つき、源田さんの声もしてきそうな感じ。してくる？確かに、なんかフレンチなって言ってる気が。足のムチッとした感じとか。これ足とかまんまだよね。まんまだね、うん、この子とさっきの子が割と確かに近いかなっていう。この子とさっきの耳がね、似てた子、あの耳が白金っぽかった。はい、はい、ということでいろいろ猫ちゃん見てきましたけど、うん、決まりましたか？決まりました。そう、私たち的にね、この子っていう子がいたので、うん、ちょっと発表したいと思うんですけど、ズバリ原宿の白金は、うん、あの子です。ダダン。さっき言ってた耳とかもすごい似てる子、この、ね、耳とこのちょっと白いところもやっぱ、そうそう、似てるし、でこのね、ちょっとダラッとしたところとか貫禄があるような感じがして、そうそうそう、近いんじゃないかなっていう。心なしか源田さんの声も聞こえるようなね、原宿の白金です。白金はこの子です。はい、他にも結構さ、似てる子とかそうなんですよ。いや、もう新白金部門は絶対この子。この子ね、ほら、もうこのお顔の感じ、本来の白金はこの子、この子です、うん、全体的な見た目部門見た目のこの子かな。ね、その子似てるね。だいぶなんか白っていうところがね、同じなのと、顔つきも実際にいたらこういう感じなのかなっていうふうに思いますね。はい、ということで白金を探せプロジェクトやってきましたが、はい、いや、癒されたね。いや、めっちゃくちゃ楽しかった。今回原宿決めたんですけど、はい、他にもなんか探したいですよね。確かに猫カフェいっぱいあるしさ、うん、なんか猫がいっぱいいる島とかもありますよね。あるんだ、猫島的な。そうそう、猫島的なのがあるから、うん、行ってみたい、ね、もし機会があったら原宿の白金だけじゃなくてね、島のね、そう、いろんな白金を探しに行きたいですね、うん、それでは次回は、はい、というか今度はどんな、はい、どこの白金を決めるのか、ぜひ皆さんも楽しみにしていただければと思います、はい、本日はありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ。